お待たせしました。待ってました。鉄です。今日もよろしくお願いしまーす。はい、ということでですね、今日は久しぶりにですね、サッカーくじウィナーの方をやっていきたいと思います。動画自体ちょっとなかなか最近上げれてないんですけど、久々にサッカーくじウィナーの方をやっていこうと思うんですね。で、僕、ウィナーの動画何本か出してるんですけれども、まずそもそもウィナーってどういうものかっていうと、サッカーとバスケ対象になってるんですけど、その試合が何対何になるのかっていうスコア予想をするっていうくじになってます。で、そのスコアを予想して、的中したらそのオッズに応じて払い戻しが返ってくるっていうような感じになりますね。で、わかりやすく、ウィナー3つ特徴があるんですけど、まず1つ目がですね、好きな試合、1試合だけ選んで、スコアを予想することができるっていうものになってます。昔からあるね、トトとか、そういうものになると、何試合も予想して、的中してるかどうかっていう風になるんですけれども、このサッカーくじウィナーは1試合だけの予想でいいんですね。例えば自分が好きなチームの試合だけを毎試合予想するとか、そういうこともできます。そして、このスポーツくじウィナーなんですけど、一口200円で購入することができるんですね。なので、オッズに応じて、いろんなところにかけることもできるし、一つの、スコアに1000円、1万円とかっていう風にかけることもできます。で、これ、また面白いなって思うのが、試合の10分前までくじを購入することができるんですね。これはね、コンビニ払いとかではできないんですけど、カード払いとかだとできるんで、面白いので言ったら、例えば J リーグの試合を観戦しに行って、その日のスタメンを確認して、で、選手のアップの様子とか見て、その日のコンディションを見極めて直前で予想するとかっていうのもできるので、これ J リーグ実際にこう観戦しに行くのがさらに楽しくなる、仕組みかなというふうにも思います。そして、特徴3つ目ですね。これ実際に僕たちが、予想したスコアが当たっていようが外れていようが関係なく、スコアを予想したクラブに還元されるっていうね、いう仕組みがあります。なのでウィナーをやること自体が J リーグの各チームを応援することになるという、そういった特徴のあるサッカーくじでございます。詳しくはですね、僕ちょうど1年前にウィナーの購入の仕方の解説っていう動画上げてますので、もしよろしければそちらでより詳しく、やってますので見てください。で、動画でもやってたりもするんですけど、プライベートでも何回かウィナーやってて、トータル10回くらいは僕、くじ購入してるんですね。で、僕の買い方っていうのは、毎回ピックアップする試合を1試合決めて、一つのスコアにだけ、予想をするっていうやり方をしてるんで、なかなか当たんないんです。なんか正直サッカーって1-0とか2-1とかにかけとけば、3試合に1回くらいは当たるんじゃないかなっていう気持ちでね、僕もウィナーやってました。今見てくれてる皆さんもそう思ってるんじゃないかなと思うんですけど、その考え甘いですよ。なかなか当たんないんですよ、これ。僕実はウィナー当たったことないんです。いやーね、今のところ相当損してるんですけど、これをね、どうにかしたいということで、ちょっと今日は新しい方法で購入していきたいと思います。今日やるのはですね、僕すべての試合にかけたいと思います。はい。J1 の試合ですね。J1 18チームあるので、9試合。やるわけなんですけど、その9試合すべてにスコアを予想して、チケット購入したいと思います。で、1試合1試合スコア予想するのもいいのかなと思ったんですけど、それだと当たんないんです。はい。今まで当たりませんでした。なので、ちょっとこう、今回どういう買い方をしようかなと思ったんですけど、とりあえずね、今回はすべての試合で一番オッズが高い試合にかけちゃいたいと思います。はい。オッズが高いイコール、そのスコアを予想している人が少ないということになるので、当たりにくいとされているスコアなんですね。ウィナーっていうのが、1-0から3-0まで、逆0-1から0-3まで、と、あとは、1-1から3-3までの引き分け。あとはそれ以上点を取ってどっちかが勝つみたいな、そういうパターンですね。何パターンだっけ？全部で18パターンの中からスコアを、選択するっていう書き方になるんですけれども、僕は全ての試合のオッズが一番高いやつにかけたいと思います。で、それぞれ200円ずつね、一口ずつ買っていきますってことは、僕1800円分くじを購入することになるんですけれども、一番オッズが高いやつがもし当たったとすると、30倍、40倍とか当たり前になってくるんですね。なので、200円。のくじが、例えば40倍で当たったとしたら、8000円になるわけですよ。その時点で、勝ち確なんですね。得することが確定してるので、すべての試合のオッズ一番高いやつかけつつ、一つでも当たったら得できるという、計算になりますので、今日はその方法でね、とりあえず、
買っていきたいと思います。では早速、スマートフォンから、ウィナーのスコア予想をやっていきたいと思うんですけれども、まあ予想するっていうか、まあオッズ見て一番高いやつ決めるだけです。で、今日が10月19日木曜日なんですけど、まあ明日、明後日って J リーグ、J1 の試合あるんですね。10月20日金曜日と21日の土曜日、その試合の予想をしていくんですが、まあ軽くおさらいみたいな感じで、簡単にですね、ウィナーの購入方法を、振り返っていきたいと思います。じゃあまず、まあウィナーのサイト開くとこういう感じで出てきます。で、ウィナーを楽しもうのところで、まあどういう風にして買いますかっていうのが出てくるので、公式サイトで買うですね。で、これで買っていきたいと思います。ってなると、まあ、サッカーかバスケかって出てくるので、サッカーを選択する。で、僕は試合日程から選ぶにして、10月20日金曜日、この J1 の2試合ですね。と、21日の試合すべて選択していきます。じゃあまあこのフロンターレとアビスパの試合を例に挙げていきたいと思うんですけど、まあこういう風に、この試合の画面入ると、こういう感じでね、点数から選ぶっていう風になってます、最初は。なので、何対何、何対何っていう風に出てるんですけど、僕今回、オッズを基準にして選ぶので、こっちのオッズから選ぶっていうので、選んでいきたいと思います。さて、こう見ると、フロンターレ対アビスパの試合で、オッズが一番高いのは、これですかね。オッズ32倍の、その他引き分けってやつですね。だから3対3引き分け、4対4引き分けとか、打ち合いの末引き分けになるパターンっていうのがこれ一番オッズ高いので、こちらに予想していきたいと思います。これ選択すると何口買いますかっていうのになってくるので、一口分買います。で、こう試合が近づくとオッズってもちろん変動してくるとは思うんですけど、まあ、木曜日の夜時点でのものをとりあえずはこの動画では紹介しています。はい。っていう感じで、今のやつ投票完了したんですね。なので、まあ、ここから続けて購入するっていう感じで、すべての試合のオッズが一番高い、スコアにすべて一口ずつ購入していきたいと思います。さあ、金、土と過ぎまして、日曜日の夜でございます。はい。金曜日に2試合とその他の試合が土曜日にあったわけなんですけれども、僕まだ結果知りません。なので、まあ全ての試合、オッズ一番高いやつにかけたんですけれども、まあ一つでも当たってるのかどうかっていうのを今から見ていきたいと思います。じゃあとりあえず僕が、予想した試合のスコアと、まあオッズをですね、まあこの辺かな、まあ、この辺かな、まあ出しておきますので、まあそちらを一緒に見ながら楽しんでいただければと思います。じゃあまず、川崎フロンターレ対アビスパ福岡の試合から見ていきたいと思います。ハイライトでね見ていきますんで、さあ川崎フロンターレ対アビスパ福岡、僕が予想したのは、まあ、3対3以上の引き分けですね。その他引き分け、払い戻し、これ当たってれば33倍という風にね、木曜日の時点ではなってました。さあ見ていきましょう。宮です。山岸。さあガンガン点取る両チーム。家長です。八幡田。家長。打ってきました。瀬川がいた。おお、よし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 。瀬川のゴール。前半19分、いいペースですね。はい。さあ、福岡取り返せ。川崎フロンターレ、もう1点取って、どんどん行け。瀬川、左サイドバック。田中圭のそっくりさん。瀬川、左サイドバックやってんだ、今。さあ、左足の今野か、いいキックあるからね。この角度はあるぞ。入った、いいぞいいぞいいぞ、福岡追いついた。ドーグラスグローリー、いやーいいよ。1対1、顔怖っ。相手のセンターバックこの顔だったら絶対嫌だな。さあ前半23分で1対1、いいよこれ、全然ありますよ。3対3以上の引き分け、ガンガン取り合おう。さてまだ前半、さあフロンターレ追加点あるか。わあナイスキー、ナイスキーすんな。後半65分アビスパの攻撃、うわーナイスキー、あー入った、よし、いいよ。いやーチョンソンリョンめっちゃナイスキーだったけど押し込まれました。山岸のゴールで
福岡が 2-1 でリード。さあ後半15分、残り30分ある。さあフロンターレのコーナー、うん、オーバーヘッド。さあ試合残り10分。さあこっからバンバン点入るか。おー成功、突破した、いいとこいいとこ、決めきれ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 。さあ82分、どうなるか。いいよいい動き出しよ。抜けた、おほほほほ、来た。22小林優か、小林優のゴール。いやさすがいいアクションだったな。いや小林優の動き出しも出たボールも完璧でしたね。いやロスタイム5分、アディショナル5分、残り4分で各チームが1点ずつ取ってくれればいいんですが、フロンターレ逆転。うわ、残り試合3分で福岡が1点でも取ったら的中なんですけど、3対3で予想的中なんで、残り3分で福岡が1点取ってくれれば、あやば、これ1試合目からこれあるぞ。アディショナル、あ試合時間ロスアディショナル過ぎて30、ああそっちかー。試合終了ということで4対2で川崎フロンターレの勝利でした。でまあ早速1試合目からだいぶ可能性感じたんですけど、まあ的中ならずということで、あ次の試合行きたいんですが、単純に今試合として面白すぎましたね。はい、逆転で 4-2 勝利のフロンターレ、まあ、じゃあここからはね、あまあポンポン見ていっていただければと思います。ウィーグ新潟チャンス、新潟のチャンス、おぶねー、あ、素晴らしい。いや、褒めてる場合か。4-1、外れですね。うわ、ナイスキーランゲル。やば。3-1、神戸。さすが首位、強いね。1-0、湘南勝利。試合終了です。0-0 でした。たというわけで、まあ僕すべての試合に一番オッズ高いやつにかけたんですけど、全部外れでした。まあ全試合かけて、まあ1試合ずつ200円なので1800円、まあ1試合でも的中できれば全然倍以上になってくるっていう、まあ、計算なので、まあ今回当たんなかったですけど、例えばこれを3週間続けて1試合でも当たればまあ得するような感じにはなってくるかなと思いますので、まあ粘り強くやるにはまあ、なしではない作戦なのかなとは思います。まあ、またこれ、ウィナーやるときも、また全部高い、オッズの高いやつにかけるか、もしくは全試合一番オッズの低い、当たりやすいやつにかけるか、っていうのもまたやってみたいと思います。まあ、今回は残念な結果にはなりましたけど、すごい、ウィナー楽しいので、ぜひ皆さんもやってみてください。ダゾーンに一個文句言いたいんですけど、試合の結果を知らないように SNS 避けて避けて、ダゾーンでハイライト見ようとした時に上の方に全試合のスコアがダーって一覧で出るでしょ。あれ良くないと思うな。うん、同じ気持ちの人いると思うんですよね。やっぱスポーツ結果知らないで見た方が面白いんですよ。なのにね、友達のツイッター、インスタとかこう見ないようにして見ないようにしてダゾーン開いたら一番上にパーって全部スコア出てるんですよ。だから僕ダゾーン開く時こうやって薄めにしてこう上の方見ないようにして一試合ずつ見てるんで、ちょっとこれダゾーンの上に届くことを願います。はい、ぜひよろしくお願いします。というわけで、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。